おはようございます。こんにちは、こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。岸田首相、イランの報復に懸念、中東情勢悪化させるというふうにおっしゃっているようです。岸田は14日、イランによるイスラエルへの報復攻撃を受け、中東情勢を一層悪化させる、深く懸念し、こうしたエスカレーションを強く非難すると官邸で記者団に述べた。 岸田氏はまた事態を沈静化させるべくあらゆる外交努力を続けなければならないとも語ったというふうに言われています上海国外相も14日発表の談話で中東地域の平和と安定は我が国にとっても極めて重要だ当事者に対し事態の沈静化を強く働きかけると強調したというふうに言われていますで自民党の小野寺一則さんはですねフジテレビ番組で第2波第3波でテルアビブなどイスラエル中核が 攻撃されれれば中東戦争が避けらなない状況になると危機感を示したというふうに言われていましてねえ第5次中東戦争になってしまうのではないかというそんな懸念もされていらっしゃいますしもう一般的にはもういよいよ第3次世界大戦じゃないかとかそういう不安の声も聞こえてきたりしますよね。でこちらアメリカイギリスフランスドイツオ,オランダ等はイランを即避難。 点々点9時間遅れでやっと声明ネットアメリカ演説が口だけとバレた岸田というふうにこちらでは言われていますねそして G7 首脳イラン制裁検討革命防衛対応テロ組織提案というふうなことも出てきております G7 は日本時間14日夜イランによるイスラエル攻撃を協議するためオンライン形式で首脳会議を開きイランへの制裁を検討した 議長国イタリアは攻撃を最も強い言葉で非難するとの首脳声明を発表アメリカ政府高官は複数のメンバー国がイラン革命防衛隊をテロ組織に指定する可能性を提案したと明らかにしたというふうに言われていますねこれは事態がどうなっていくのか引き続き注視が必要だなというふうに感じておりますそして日本の方に目を向けますが正解のバンドマスターになれる日は 林官房長官が総理を本気で狙うタイミングはいつか岸田総理との距離感から分析というふうな TBS の記事が出ておりましたバンドマスター正解のバンドマスターって言われちゃってますけどもはいこのように岸田首相のあ岸田首相じゃないですね林官房長官のお総理を狙うタイミングはみたいなことが出てますけどもねねむちゃくちゃ親中派っていうふうに言われてますけども TBS さんは その林芳正さんを推してらっしゃるんでしょうか。えこちら6月解散阻止へ自民初の総裁リコールはというふうな記事も出ておりましたね。はい、まずは訪米をしたことで、えー、39人を処分したことですね安倍派などの39人処分したことなも書かれていますが党内からは党役員だけで処分を決めるやり方はあまりに独裁だ安倍派幹部などの批判が噴出。 副祭問題で元会計責任者が略式起訴された岸田派宏池会の会長だった首相の処分が見送られたことにも首相も同じような処分を受けることが公平だ塩の足との不満が渦巻いているそうした中首相は処分を受けて記者団に最終的には国民党員に判断いただくと衆院解散を示唆するような発言を行い党内には9月の総裁選で引きずり下ろされる前の 今国会会期末6月に衆院解散に踏み切るのでは中堅との観測が浮上していますということなんですねはい、6月解散どうなってしまうんでしょうかねで、やはりこちらの件を紹介したいと思います舛添陽一氏学歴査証疑惑の小池都知事を国政に戻って外交なんかやれるわけないエジプトに追い目があるというのはエジプトがあなた学生の時に捏造してあげたじゃないですか 援助起こしなさいって言われた時に断れますかというふうにこれはアベマ的ニュースショーという中で増田洋一さんがこのようにおっしゃったんですねはい文春の中でですね小池氏の最側近だった元都民ファーストの会事務局事務総長の小島さんの告発について掲載された件でいろいろ議論をなさっているようなんですけどもちょっといくつか抜粋したいと思いますが国政復帰説のある小池都知事について マスドイ氏は国政に戻って外交なんかやれるわけないですよ。エジプトに頭上がらないわけですから、ある一つの国に負い目があるというのは外交できませんよ。彼女が国政に出て外務大臣かなんかになったときにエジプトがあなたが学生のときに捏造してあげたじゃないですか。もうちょっと援助を起こしなさいって言われたときに断れるかということになる。都知事は持つけど国政はこの問題がある限り無理だと私は見ますと明言していたというふうに紹介されていますね。で、こちら。 伊川高さんも小池都知事のカイロ大学、ねつ大学歴詐称騒動でカイロアメリカ大卒に説に同調というふうなこと言われていまして、井川さんもそのように、えー、こちらですね、卒業証書を出せと言われたら卒業証書を出せばいいじゃないかなと切り出すというふうに言われていますね。ほんと井川さんのおっしゃる通りだなというふうに思いますね。で、こちら、元側近と全面対決、小池都知事、 は、学歴詐称疑惑を否定。カイロ大学が卒業を認めている小島氏は、刑事告発もしや、証拠を全部出してほしいというふうな記事が出ておりますけれども、この件でいろんな話が出てきておりまして、こちら、カシミール88さんが、会見の様子を動画で紹介されていらっしゃいます。小島さん、会見4月13日より、繰り返し見せているが、誰にも触らせないカイロ大学卒業証書を裁判所に出して、鑑定してもらう必要がある。原案では、 卒業証明書や卒業生名簿をもらったらいいじゃないですかと言ったがカイロ大学声明では削られた核心部分は出したくなかったというふうに言われていましてこれを引用されてカルタさんが小池都知事の元側近小島氏がカイロ大卒業証書について、えー、先ほどのようにおっしゃったと日本の首都トップの学歴詐称問題はもはや抑えようがないというふうに言われていますね。 そしてウェレ上田玲子都議がですねこのように紹介されている記事でなんですけどもエジプト軍閥の子飼小池恵梨子の運命3エジプトへの個人的な見返り日本人の血税300億円特別寄稿小池恵梨子とエジプトの関係小池知事学歴問題の伏線につながる示唆が満載必読ですというふうに言われていました。これアゴラの記事なんですねでこちら2020年7月4日のアゴラの記事なんですけどもめちゃくちゃ 興味深いことが書かれていましたので、ちょっと紹介させてください。小池氏はエジプト軍閥の棟梁からよくやっていると褒められたのだ。何を褒められたのか。小池氏が300億円 ODA の発端を示す証拠というふうに言われていまして、教育関連で一つはっきりしている2カ国間案件がある。300 数十億円に上るエジプトへの日本の ODA= 政府開発援助による教育支援策エジプト日本教育パートナーシップでシシ大統領から小池氏が謝辞を受けた1ヶ月前に発表されたものだその1年前小池とシシ両氏のエジプト大統領府における会談内容を見ればエジプトへの教育支援 ODA の小池氏の具体的な関与が明らかになる。 シシ大統領は小池氏のエジプトへの支援を称賛した上で教育分野において日本の経験から利益を得ることについてエジプトの関心を表明した。これはアルマスダル氏ネット版2015年5月3日の記事なんですね。 指示の監視に対し小池氏はエジプトと日本の関係を強化する努力を惜しまない同情と後押しを表明さらに小池氏は私がエジプトを大切に思っているのは公式のレベルでだけではなく個人のレベルのことであると語っているつまり小池氏こそがエジプトに対する300億兆の教育支援 ODA の発端であり窓口だという会談内容である加えてこの教育事業は個人レベルの話だとの意味深な発言も含まれる本人発表でも小池議員も 大統領の認識に賛同し、日本の優れた初等教育の方面からの協力が効果的であり、喜んで協力する準備があるとの発言を行った。こういう協力事務所の事務局のプレスリリース2015年5月4日と認めているというふうに言われてるんですね。で、えー、こちら、100億円を未開にした美しい対応とは、もう一つがエジプト人留学生、研修生を受け入れる事業で総額101億9200万円と、 であるこれが先の小池発言、個人レベルのエジプトへの思いにも基づく事業のことである。先ほど引用したアハーラー、アハラーム、アラーム誌記事の記者が種明かしする。長文記事の最後に小池の経験とエジプトへの美しい対応と題するクラムを寄せている。というふうに言われていますけどもね。いやー、むちゃくちゃお金出してますけども。 すごいですね。しかも個人的っていう風なワードも出てきますけどもね。連載1回目で引用した発言の通りだ。軍閥から読みを握られた小池氏のエジプトへの見返りについて、今回現地メディアに基づき明らかにできたのは氷山の威嚇である。ただ確実に言えるのは、都知事としての公約実現はゼロだが、エジプトへの公約見返りは長年果たしているということである。小池氏は彼らに生殺を握られているのだという風に記事なんですね。めちゃくちゃ興味深い内容ですね。 これぜひ他にもですねたくさん書かれていますのでぜひご覧いただけたらと思うんですけどもで上田レコときがこのように小池百合子とエジプトの関係小池知事学歴問題の伏線につながる示唆が満載というふうに言われていることがとてもよく分かりますね。日本人の欠税300億円。いや、これはますますす。 このですか刑事事件みたいな話もねちょっと出てきていますけどもねこちら刑事告発みたいな話も出てきていますけどももしこういうなんかこうお金のことまで関わってきたらもう日本人はこれ許してはならないですよね本当にねはいでこれ池田信夫さんもですね小池氏の最大の問題はエジプトの軍事政権に弱みを握られていること国政には絶対出してはいけないというふうに言われていますねで高橋さんも 小池氏はエジプトの最上軍閥エジプト革命評議会の責任者だったムハンマドと同居しバックにしてエジプトのパパと呼んでいたそして2018年には軍が開局したテレビ局の番組で私は100%エジプト人なのと発言したことまで判明し日本の税金を300億円提供しているというふうに言われていましてこれどこまで本当なの,のかはちょっと確認が取れないんですけども 事実であればもうとんでもないエジプト寄りの方という方ですよね。それはやっぱりいろんなことで、こういうことなどで読みを握られているということなんでしょうかね。いやどうなってしまうのでしょうか。ぜひ皆様のご意見などコメントをいただけたらと思います。というわけでここから先はメンバーレベル1、レベル2の皆さん向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくい情報もお使いたいと思っております。続きは動画や要んからご視聴ください。一般省さんもここまでです。ありがとうございました。 というわけで、これもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。それではまた、通信最後はやっぱり屋敷動画で終わりたいと思います。本日はこちら、ぬいぐるみかと思ったらということで見てみましょう。はい、というわけでいかがでしょうか。ぬいぐるみじゃないですね。生きてますね。<laughs> はい。私も こうやって持ち運んでもらいたいですというわけで本日もありがとうございましたさよならまた